片町キララピックアップパート2でーす。イエイイエイ。この番組には2回目のご登場となります。毎日の生活が楽しくなる雑貨をたくさん扱っているお店金沢ロフトからゲストの方をお迎えしました。はい、マネージャーの相澤秀和さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして生活雑貨担当の山岡優子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もね、ロフトの制服が眩しいですね。実はリニューアルして、あら、そうなんですね。新しくなったんです。はい、どのあたりが新しくなったんでしょうか。本当はボーダーが1本入ってたんですが、それがなくなりました。あら、イエロー。イエローが際立つよね。夏に向けて。そうだったんですね。さあ、ではリニューアルしたね、衣装で今日も張り付いて参りましょう。お願いいたします。お願いします。さあ、6月ということで、今週の日曜日は父の日、そうですね。ということで、今日はですね、父の日におすすめのグッズをずらりとお持ちいただいております。いろいろありますね。はい、そうですね。パッケージがちょっとお父さん寄りになってるものでしたり、この時期に合わせてこういったセンスでしたりと、はい、ちょっと順番に一つずつご紹介していただきましょうかね。はい、はい、かしこまりました。まずはですね、こちらのパッケージのお父さん、はい、そうですね、お父さんパッケージ、はい、スカルプDのですね、オイリーとストロングドライっていうものなんですが、夏場やっぱりお父さん頭汗かきますので、こちらでですね、ぜひ爽快感とですね、ケアを、夏にやっぱりダメージがそうですね、ありますので、ケアをしていて、でちょうどですね、背広の限定パッケージになっておりますので、面白いですね、はい、アイディアが。こちらがぜひおすすめとなっております。はい、沢谷後藤さんにね、そうですね、はい、なっていただきたいと思います。、うん、はい、ね、贈り物にぴったりのパッケージです。うん、そうですね、うん、はい、そしてですね、じゃあ次はこれにしますか。はい、こちらのですね、酒は飲んでも飲まれるなというです、ね、手拭いが目立つですね、ジンベエの、はい、セットとなっております。まあ、ジンベエの上下とですね、はい、あと巾着と手ぬぐいがついておりますので、あ、お得ですね。はい、もうそちら1個ご購入いただいてですね、またこれから夏案は花火大会あると思いますので、ぜひこれでですね、お出かけしていただけたらと思います。粋なお父さん、はい、この酒は飲んでも飲まれるなっていうの、これ手ぬぐいですか。はい、手ぬぐいですね。それをですね、まあ、首にでも巻いていただいてですね、ちょっとね、帰り道、自分を戒めながらちょっと飲んでいただければと思います。はい、ジンベエはこれからの季節ね、はい、1枚あるとね、本当にね、涼しげで、家の中でも外でも、はい、粋ですよね。はい、あとですね、また違うセットになりますが、はい、こちらはジンベエと下駄のセットでございますね。手拭いはないんですが、もうこれだけで外に行けますので。そうですね、はい、手拭いはまあ別に単品での販売もしてございますので、うん、これと手拭い1個買っていただけたらもうバッチリでございますので、はい、こういうセットもございます。両方とも税込み5400円で販売させていただいております。お手頃な、はい、うん、サイズは、M から L 対応と。そうですね、フリーサイズというような形になっております。お父さんに送られたら、ね、喜ばれるんじゃないでしょうか。うん、そうですね、うん、はい、これは何ですか。ひよこちゃん気になってますか。可愛いペンギンさん。そうなんですよ、実はですね、見た目がすごい可愛いんですが、はい、捨ててこになっております。はい、こんな可愛い捨ててこあるんですね。そうなんですよ、あるんですよ。なのでですね、ぜひ部屋の中で着ててもちょっとお父さんそれやめてよって言われない捨ててこです。確かに確かに、そうかもしれないです。はい、こんなにラブリーな可愛いペンギンさんだったら、もう夏場暑いとね、お父さんの T シャツとトランクス一丁とかになっちゃうと思うんですけども、これでしたらば涼しいですし、です、ね、嫌がられない、うん、はい、ね、捨ててこってもバカボンのパパの、ね、イメージしかなかったんですけど、はい、今こんなおしゃれなのあるんですね。そうですね、柄もいくつかあるので、ぜひ店頭に見に来て選んでいただければ。ちょっとお父さんの趣味に合わせて選んでいいですね。はい、すいませんね。で、そして私がね、ちょっと気になったのが一つあるんですけども、このカンカン、これ何ですか。こちらの商品名が、はい、おとんかんという商品でして。おとんかん、おとんかん、はい、商品のそのカンカンの中に、うん、横にありますグラスですね、これですね、はい、この和酒器を入れていただいて、うん、専用の蓋をパチッとはめていただくと、普通のあの缶詰のように、あとはもう上からしか開かなくなってものになるので、まあ、日頃伝えれないお父さんへの感謝の気持ちを、そうですね、はい、お手紙など、ラブレター、そう、お手紙、そうですね、お父様へのラブレターを入れて、まあ、しっかり蓋をしていただければ、
おもちゃの缶詰のようなこうプレミア感が、そうですね、はい、開ける楽しさもあるし、お作りいただけるっていうものになりますね。面白い、はい、特にいろいろお酒を飲むグラスなどは人気なんですが、こちらは今一番皆様に、うん、すごい軽いんですよ。あ、そうなんだ、はい、そうですね、そちらビールを入れていただいても焼酎を入れていただいてもいいグラスになるので、うん、はい、はい、こういったおとん缶っていうのは小学生の、ね、お子さんからお父さんに送られるのにも、ね、はい、すごくいいと思います。いいんじゃないでしょうかね、似顔絵とか入れてね、そうそう、ね、入れようかなって、ね、夢が広がりますね。はい、こういったものもあるわけですね。うん、そうですね、うん、あとはこういったセンスなども、はい、ね、そうですね、センスというとやっぱり今までのイメージだと黒だったり紺だったり、うんうん、地味なイメージが多いと思うんですけれども、はい、まあ、こちらは月にウサギが飛んでいるのようなものだったり、また定番の上り鯉、縁起のいい柄ですね、のこうちょっとカラフルな、持っててもこうかっこいいようなセンスをいくつかも、ご用意しておりますので、ぜひこちらも店頭で拝見していただければと思います。ちょっとお父さんのイメージで愛沢さん持っていただいてみてもいいですか。です、ね、お父さんがセンスを持つとお父ちゃんこんな感じですね。あった、あ、そう、なんか貫禄がついてるように見えますね。肩ビールからですね。あ、いいですね、ジンベエを着ていただいて、もう全部揃います、これで今年のやつは。はい、だいたいお風呂に入ってくるので全部 OK ですね。今日はスッキリというね、フルセット で、ね、プレゼントしたくなりますけどもね、はい、もうお父さんの、ね、父の日のプレゼントを探しに来られてる方、そうですね、週末ぐらいから多いんじゃないですか。はい、そうですね、ですので、まあ、このような父の日コーナーができておりますので、まあ、そちらをよくご覧にいただいておりますし、はい、好評いただいておりますね、はい、でですね、今こうアピールしちゃってもいいですかね。あ、アピールお願いします。ですね、こちらただいまですね、大丈夫ですか。メインのカメラでいきましょうか。はい、はい、父の日のですね、送料無料キャンペーンというのを6月19日までただいまやっております、はい、で税込み3000円以上お買い上げのですね、お客様にが対象なんですが、うん、送料無料にて、ご配送を承っておりますので、嬉しい、ぜひこの機会にですね、ご利用いただければと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとね、遠方にね、そうですね、お願いしたらいいですとかね、そういう方はこういったね、はい、無料キャンペーン利用してみてはいかがでしょうか。うん、もちろんロフトでは、ね、ご父の日グッズ以外にも本当にさまざまな雑貨幅広く取り扱ってますね。そうですね、3万点の雑貨、ね、なんて言ったって3万点の雑貨がございます。なんか夏におすすめの商品などもいろいろあるんですか。そうですね、今の時期でしたらこういったまあ、父の日の提案以外にもですね、夏を涼しく快適に過ごすものとしまして、イグサのクッションでしたり、はい、あと蚊取り線香を入れるちょっと可愛らしい蚊取り線香入れなどもあるので、まあ、今夏を快適に過ごしていただくっていう提案をさせていただいてます。はい、そして相澤さん、もう一つご紹介したいアイテムが、はい、こちらですね、お箸、お箸なんです。あ、こちら、あ、じゃあ日程山岡の方から、はい、こちら今週末18日19日土曜日日曜日、うん、ロフトの、ラボスペースにてこちらお箸の名入れ実演会を行います。はい、お箸の商品代、お箸自体をご購入していただいて、うん、名入れ代が無料になりますので、ぜひこういった父の日用でしたり、またご贈答用などでご利用いただければと思います。はい、サービス、あ、サービス、あ、サービスで入れてくれるんですか。はい、私が心を込めて掘らせていただきます。私が心の奥さんがさ、はい、ちょっと職人になって、あら、そういった一面もお持ちだったんですね。そうですね、匠の一面も、匠の一面も魅力的な、ぜひ皆さんに、はい、ご来店いただければと思います。これはまたいい記念にね、はい、嬉しいですよね、こう名前入りのお箸もらうとね、はい、自分だけのっていう感じがして、そうですね、はい、皆さんチェックしてみてください。そして、もう一つ、じゃ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 ん、はい、こちらですかね。そうですね、お取りしましょうか。あ、すみません、ありがとうございます。はい、ロフトアプリが生まれ変わる、
はい、そうですね、うん、こちらがですね、一応まあ下についてるこちらクーポンなんですが、こちらがですね、ただいまお買い上げのお客様にお配りしているクーポンでございまして、うん、6月23日から6月30日ですね、全商品対象、まあ、一部除外品もございますが、商品代金がですね1080円以上のお買い上げで 5% オフになるクーポンとですね、あと下はもうこちらはですね、今からでもお使いになられるんですが、はい、ロフトのですねネットストアですね、そちらの方で、お使いいただける、こちらは6月1日から6月30日ですね、うん、までお使いいただけます。 5% オフのクーポンになっております。でですね、まあ、こちらのロフトのアプリが生まれ変わるということなんですが、はい、こちらがですね、まあ今ですね、健康雑貨の化粧品の一部商品が対象で、まあ、スタンプクーポンっていうのをやらせていただいてるんですが、うん、6月23日からですね、売り場のほぼ全ての商品がですね対象になりまして、そうなんです、すごいですね、はい、3万点が3万点対象になっちゃう、はい、ポイント貯まり放題っていう状態に、そしてですね、LINE のですねクリエイターさんのですね、はい、オリジナルスタンプなんかもですね、ロフトとこのやったオリジナルスタンプなんかも、はい、使えるようになりますので、ぜひこちらロフトアプリのご加入とですねぜひご使用していただければと思います。はい、オリジナルラインスタンプも気になりますね。気になります。はい、ロフトさんセンスいいからとっても素敵な、そうですね、感じのが、はい、もしかして愛用されていらっしゃる。そうですね、もうさらに新しいのが来ますので、あ、ちょっとそれ狙ってます、ね、狙ってみてください。じゃあ私たちもちょっと、はい、狙いますね、ありがとうございます。ということで、あっという間のお時間なんですが、うん、最後に番組をご覧の皆さんにメッセージも、はい、いただきたいと思いますので、お願いします。そうですね、はい、たくさん今日は紹介させていただいたんですが、はい、まあ、週末のお箸の内例、ぜひ皆さん来てください。私が愛を込めて掘ります。はい、山岡さんの愛情付きです。お願いします。そして、そうですね、もしですね、父の日のプレゼントでとかですね、もしなんかお悩みをされてるお客様いらっしゃいましたら、店員ぜひ皆さんウェルカムの体制でおりますので、はい、いろいろですね、 お伺いしていただければ好みに合うものをご提案できるかと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。心強いですね、はい、アドバイスくれるのは。さあ皆さん、父の日は今週日曜日ですよ。忘れてないですか。ぜひロフトで父の日のお父さんへの感謝の気持ち伝えましょう、ね、今思い出した方もまだ間に合いますからね。はい、はい、さあということで、片町キララにあります金沢ロフトからゲストをお迎えしました。マネージャーの相沢秀和さん、そして生活雑貨担当の山岡優子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。